皆さんこんにちは、Bレジェンド大林です。今回は特に男性の方に見ていただきたいテストステロンを増やす生活習慣5選ということでね、ご紹介をしていきたいと思います。テストステロン、ご存知の方の方が多いんじゃないかなと思うんですけど、知らない方のためにこのテストステロンがどういうものかを簡単に説明させていただきます。このテストステロン、一言で言うと男性ホルモンです。この男性ホルモンのテストステロンはですね、実はトレーニングとか筋肥大に非常にいい影響を与えてくれるものなので、じゃあこのテストステロンが、まあ、多ければ多いほどいいってものでもないんですけども、こう自然にね、自分の体から分泌される量はなるべく多い方がいいので、このねテストステロンをなるべくねたくさん出せるようにするための生活習慣、こういうことに気をつけて生活していただいたらいいんじゃないでしょうかってことを5つですね、ご紹介させていただければと思います。この生活習慣の紹介に行く前に、じゃあテストステロンが高くなる、テストステロン値が高まるとどういういいことが起きるのかについて解説をしていきますけれども、大きくね4つあります。まず1つ目はトレーニングしている方に一番ね大きな影響だと思うんですけども、筋肉量とか筋力がアップします。知ってる方もたくさんいらっしゃると思うんで、ちょっとだけ話しておきますけども、いわゆるアナボリックステロイド、筋肉増強剤も実はこのテストステロンそのものだったり、そのテストステロンを模して作られたものだったりっていうのが筋肉増強剤として使われたりしてます。だいぶ昔の話なんで知ってる方いらっしゃるかな、あのベン・ジョンソンとかね、昔有名でしたけどドーピングで失格になりましたね。そのベン・ジョンソンが使ってたアナボリックステロイドも実はこのテストステロンを模して作ったようなものなので、それだけですね男性ホルモンが高まると筋力とか筋肉量をアップするのに非常に効果的ということになります。そして2つ目なんですけども、体脂肪の燃焼もこのテストステロンっていうのは促進してくれるものなんですね。通常ですね、男性に比べて女性の方が体脂肪率高いですよね。特に皮下脂肪は女性の方が多いと思います。これも実はホルモンの影響が非常に大きくて、男性ホルモンっていうのは筋肉を増やして体脂肪を燃焼させる、そういう働きを持っている一方で、女性ホルモンっていうのは体に体脂肪を貯め落とする働きがあるんですね。なのでそういう働きもあって、男性の方が女性よりも体脂肪率が低めになる傾向にあります。ということで、ご自身の体から出てくるテストステロンっていうのは高い方がよりね、絞れた体を作るとか絞れた体を維持するためにも非常に効果的ということになります。そして3つ目なんですけども、体内の炎症を抑える、そういう働きもテストステロンにはあったりします。簡単に言うと、トレーニングの疲労が早く回復するようになるということですね。筋トレしてこう体にダメージを与えると、微細な、ね、炎症がそのトレーニングした部位に起こるんですよね。でそこから回復するときに適応反応として筋肉はより太くなることで筋肥大っていうのは起きていくんですけども、炎症から回復していくこのスピードも実はテストステロン値が高まると速くなっていくので、テストステロンが多い方の方がトレーニングからの回復が早くなる傾向にある。そういう意味でもやっぱりテストステロンは高い方がいいですよねっていうことですね。そして最後4つ目なんですけども、気分のアップダウンとか憂鬱な気分っていうのを防いでくれるっていうことにあります。これは普通に生活してるとあんまり感じない部分ではあると思うんですけども、実はね男性にも更年期障害がありまして、まさにこのテストステロンの値が低くなってしまうことでいろんな不調が体に現れてくる、そういう病気なんですけども、この男性の更年期障害で、まあ、一番ポピュラーなのがやっぱりこの気分の上下が激しくなるとか、一日中なんかこう元気が出ない、そんな状態が続いてしまうとか、なんか原因もないのにすごい憂鬱な気分が収まらないとか、そういうこう症状が出たりするんですね。まあ、なのでこのテストステロン値がしっかり高まる基準値にあることでメンタルも安定しやすくなるというのが、まあ実はね実感しにくいですけど一番大事かなと思います。まあ一日こう機嫌よく過ごせるとか、気分のねアップダウンが少なくなるとか、そういうことはまあトレーニングだけじゃなくて生活全般全てにおいてやっぱりプラスに作用してくれるものだと思いますので、そういう意味でもテストステロンをしっかり高めてあげる、
更年期障害と言われるようなそういうね低い数値になってしまわないようにしっかりね正常な数値を保つためにもテストステロンを高めるような生活習慣っていうのを心がけていただくのが非常に大事になってきます。ではここからですねそのテストステロンを高めるための生活習慣5つですね説明をしていきますけども、1つ目は水分補給をしっかりするということですね。まあ、水分っていうのは人間の体を維持するのにもう一番大事と言っても過言ではないものですよね。水飲めなくなったらあっという間に人って死にますからね。そういう意味でもホルモンバランスを正常な値に保つためにも水分っていうのはしっかり取っておくに越したことはないです。特に寒い時期とかねこう涼しい時期なんかはどうしてもね水分補給サボりがちになってしまいますよね。仕事とか何かに集中してて気がついたらもう3時間も4時間も何も飲んでなかったっていうこと結構あるかと思うんですけども、そういう状態で水分量が少なくなってくる脱水症状に近づいてくるとテストステロンの分泌も鈍くなっていってしまうので、こまめな水分補給を心がけていただくとテストステロンの値も高くなりやすいですよということで水分補給も意識してみてください。そして2つ目、まあ、これはねやってらっしゃる方たくさんいらっしゃると思いますけども筋トレですね。まあ、実はこの筋トレっていうのもテストステロン値を高めるのにかなりですね有効な手段でして、筋トレをしておくとテストステロンも高まりやすくなります。でこれはジョギングとかウォーキングみたいな有酸素運動よりもマシンとかバーベルダンベルなんかを使ったウェイトトレーニング高強度のウェイトトレーニングの方がテストステロンを高める効果っていうのは高くなっておりますので、ご自宅でね自重のトレーニングしていただくとか、ご自宅でねダンベル使ってトレーニングするとか、ジムでガッツリトレーニングするとか、そういう筋トレの習慣っていうのもなるべくね継続していただくのをおすすめします。そして3つ目なんですけども、これは人によっては難しいかもしれないです。お酒を減らしてくださいっていうことですね。飲酒もテストステロン値を低くしてしまう原因になるので、目安としてはビールとかチューハイだったらグラス2杯分ぐらいまでに留めておいていただけるのがおすすめですね。全く飲まないっていうのもストレスになる方もいらっしゃると思うので、とにかくね飲みすぎにだけ気をつけていただいて、お酒はほどほどにしといていただくとテストステロン値っていうのも高くなりやすいので参考にしてみてください。そして4つ目ですね、脂質と炭水化物をきっちり摂るということですね。これはちょっと意外に思う方もいらっしゃるかもしれないんですけども、まあ、やっぱり食べ過ぎると体がどんどんね悪くなっていく、そういうイメージを持ってらっしゃる方が多いと思うんですけども、実はこのテストステロンの材料になるって脂質なんですね。特に動物性の脂肪っていうのがテストステロン値を保つために重要な栄養素になってくるので、例えばですねダイエットしたいからといってですねほとんど脂肪を取らない低脂肪ダイエットをずっと続けていたりするとテストステロン値ものすごい下がりやすくなります。鶏胸肉とかささみばっかり食べてですねほとんど脂質を取らないような生活をしていると、まあ、食事からですねテストステロンの材料もなかなか取れないですし、で減量していって体脂肪率が下がってくると体内の体脂肪も少なくなって、そこからこうテストステロンを作るっていうこともどんどん難しくなってくるので、テストステロンの値っていうのは非常に下がりやすくなります。実際に競技をやっている人の中には大会前に ED とかですねそういう男性の更年期障害に似た症状に苦しむそういう方もいたりします。私も実はですね大会前の3ヶ月ぐらいは ED の症状がね出たりとかねそういうこともあります。なのでこう極端に脂肪を抑えるような食事とか炭水化物を抑えるような食事をしてしまうと、やっぱりその低カロリーな状態に体が対応して生命維持とは直接関係のないような機能っていうのを落としていくようになってしまうので、テストステロン値も下がりやすくなってしまう。でテストステロンが下がると体脂肪の燃焼効率が落ちてしまう、で筋肉も落ちやすくなってしまうので、減量するためにはねやっぱりカロリー制限とか脂質を制限するっていうのも必要ではあるんですけども、必要最低限の脂質はしっかり摂ると、まあ中でも動物性脂肪から必要最低限の分はね摂るようにしておくという意識が非常に大事になってきます。はい、そして最後5つ目ですね、これがね一番シンプルかなと思うんですけども、たっぷり寝ることですね。
できればまあ7時間から8時間ぐらいは毎日寝ていただきたいんですけども、やっぱりね睡眠をしっかりとっていただくと、テストステロン値に限らず人間の体の機能っていうのはやっぱり正常に近づいていきます。正常な状態を保ちやすくなります。毎日ね忙しく過ごしている中で筋トレもやってってなると、やっぱり睡眠時間を犠牲にする必要も出てくるとは思うんですけども、そんな中でもなるべくですね睡眠時間は長く取れるようにご自身のね生活スタイルっていうのをコントロールしていただくといいんじゃないでしょうか。ということで今回はテストステロンを高める生活習慣5選ということでね紹介させていただきました。特に男性の方には気をつけていただきたいポイントなので、ぜひ参考にしていただければと思います。この動画が参考になった方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。 Be Legendでは公式 LINE でお得な情報を毎日配信しておりますので、ぜひ概要欄をタップ、クリックしていただいて登録よろしくお願いします。他にも新商品やキャンペーンの情報を概要欄に記載しておりますので、ぜひチェックよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。